リリナ。まだ何かあるの？もし軍人であることをやめたければ、力になれると思うぞ。え？力を貸してくれそうな知り合いに心当たりがある。待って達也、なぜそんなことを言うの？私は別にシリウスをやめたいだなんて思ってないわよ。そうか、悪かったな、変なことを言って。乱暴な扱いを受けるには十分な理由じゃないか。わかった、わかりました。ご無礼をお許しください、達也様。もういい。それから普通に喋ってくれ。そんな風に上品に振る舞われるとリーナじゃないみたいだ。私のどこが上品じゃないというのよ。キャラが違うだろう。そんなことないわよ。これでも大統領のお茶会に招かれたことだってあるんだから。ほう、ごく一部の魔法師しか直接会えない大統領のね。ま、いいか。え、リーナは俺の腕試しがしたかった、そういうことか？うん、単なる好奇心よ。ならばこの件はこれで終わりだ。こういうことはこれっきりにしてくれよ。聞かないの？何を？何をって、例えば私の正体だとか確かめなくていいの？構わないよ。世の中知らない方がいいことだってあるからね。あなたって嫌な人ね。無茶をするわね、達也。こうでもしなきゃ君を捕まえられなかった。私を捕まえたかった？愛をささやくならもっとロマンチックに迫ってほしいんだけど。後悔するわよ、達也。言われたことには何でも答える。ただし。ただし、なんだ？答えはイエスかノーよ。それで答えられない質問には答えないから。あなたが勝負に水を差したんだから、この程度の条件変更は言わせてもらうわよ、達也。リーナ、いい加減に起きてください。私はもうダメです。やっていける自信がなくなりました。シリウスの称号は返上します。どうしたんですか？リーナは立派にシリウスの職務を果たしてるじゃないですか。高校生に負ける総隊長なんてありえないじゃないですか。落ち着きましたか、リーナ？はい、ごめんなさい、シルビー。いいんですよ、たまには愚痴くらいこぼさないとパンクしちゃいますしね。ごまかす必要なんてなかったのに、ギリチョコなんだから。だけど渡せなかった。これじゃまるで私は冗談じゃないわ。あんな嫌味な女たらしのしつこなんか断じて認めないんだから。達也、もう一度言うわ。投降しなさい。片腕では得意の体術も使えない。もうあなたに勝ち目はないわ。俺を捕らえて何がしたい？人体実験か？さっきの戦闘員たちのように？当たり前だが、モルモットになるのはお断りだ。だったら、動けなくして連れて行くまでよ！Thank you.
リーダー、君はすぐにでも軍を辞めた方がいい。君は軍人としては甘い、優しすぎる。スターズ総隊長シリウス、君に向いている仕事とは思えない。リーダー達也、話は聞いた。ああ。私は慣れ合わないわ。分かっている。所詮俺たちは住む世界が違う。お兄様、リーナはお兄様のおっしゃったことをきちんと受け止めてくれるでしょうか。リーナにはリーナの事情があるからな。自分のことを自分の思い通りにできないのは何も彼女に限った話じゃない。それでもお兄様は手を差し伸べられたのですよね。なぜなのですか。なぜとは。お兄様はなぜリーナを助けようとなさるのですか。リーナに特別な感情を持たれているからなのですか。俺はリーナにスターズを抜けてもらった方が将来的に都合がいいと考えているだけだよ。できれば軍を抜けるだけじゃなく日本に帰化してくれればベストだな。もちろん同情していないわけじゃない。ある意味で俺とリーナはよく似ているんだ。同じカテゴリーに属すると表現した方がいいかもしれない。俺もリーナも今の立場に置かれるにあたり事実上選択肢がなかった。一高生になったのは俺がもぎ取った選択と言えないこともないが、リーナには多分そんな些細な選択肢もなかったと思う。俺はいずれ与えられていない選択肢を作り出し選び取る。もしリーナが同じことを望むなら同類のよしみで力になってやろうと思ったんだが、どうやら余計なお世話だったようだな。余計なお世話なんかじゃありません。お兄様のお心遣いはいつかきっと。いいえ、遠くない未来にリーナの心へ届くに違いありません。なんでよ、どうして正規の生徒会役員でもない私がパーティーの手伝いをさせられて、風紀委員の達也が何もしないでよくなるのよ。風紀委員は生徒会役員じゃないぞ。それに臨時であってもリーナは生徒会役員じゃないか。納得できないわ。ちょっとリーナ、お兄様に失礼なことを言わないで。あなたが臨時生徒会役員なのも、お兄様が風紀委員でいらっしゃるのも、卒業パーティーの準備が始まる前から決まっていたことじゃないの。第一、あんなにノリノリだったじゃない。ノリノリって。あ、はい、それは達也、何でもないわよ。臨時の役員であるリーナにあまり手間がかかる類の準備をやってもらうのはさすがに気の毒でしたので、当日の余興を担当してもらったのですが、余興といっても自分で何かをするというのではなく、在校生や卒業生の方々から希望者を募るだけでよかったのですが、リーナはどうやら勘違いしたようで。みゆき、お願い、言っちゃダメ。それで。はい、それが自分でバンドを率いてステージに上がったんです。立て続けに10曲くらい歌ってすごく盛り上がって。うん、なかなか見事なステージだった。プロ顔負けだったな。ほんと、シーリズさんとっても歌がうまいのね。素敵な声だったわよ。そうか、いい思い出になったな、リーナ。知らないわよ。リーナ。
つや、みゆき。私の見送りに来てくれたの？まあな、ここで会えたのは偶然だが。あら、今日立つって言ってなかったかしら。聞いてないわね。ところで、ずいぶんと荷物が多いんだな。たくさん買ったのね。いいでしょ、いいでしょ。日本の文化ってとっても素敵。私、今回の留学で日本のことが好きになったわ。二人にもお世話になったわね。迷惑をかけたの間違いじゃないか。迷惑をこう思ったのはこっちの方よ。本当に最後まで容赦のない人ね、達也。手加減してもらって喜ぶリーナでもあるまいに。それに最後じゃないだろう。どうかしら。私がそんなに気安く本国を離れられるとは思えないんだけど。でもこれが最後なんかじゃないわ、みゆき。だから私はさようならは言わないわよ、リーナ。みゆき、それってなんだか告白みたいよ。そうね、一種の告白かも。あなたは私のライバルよ、リーナ。あなたはきっとお兄様が差し伸べられた手を取ることになるわ。あなたはきっとお兄様の仲間になる。そこからが私たちの本当の勝負。だからさようならは言わない。また会いましょう、リーナ。あなたの言うことは私にはよく理解できないのだけど、きっとあなたの言う通りになるって今私も予感してる。だからまた会いましょう、みゆき。達也。ああ、またな。次に会える時を楽しみにしているわ。